滋賀の経済情報が集まり発信する番組滋賀経済ナウあの牧田さん今日ちょっといつもと様子が違うんですけどどうされましたか私綺麗あの半分綺麗ですよはいはい。はい、ちょっとね秋ですからはいおしゃれしてみようかなと思ってあなんか本当にちょっと右側だけバッサってなってます <laughs> そうですかはいいやいやちょっと冗談は起きましてねはい実はですねこれつけまつげ今回ですねはい特集は、はい、このつけまつげをですね 作る機械をはじめ、はい、いろんなことをやってるですね会社なんですよ特集は中作です湖南市に本社のある株式会社中作敷地面積が2万4千平方メートル余りある湖南工場のほか兵庫県天ヶ崎市三重県松阪市に工場がある売上の半分以上を占めているのが エンンジニアリング事業製鉄関連やガラス関連の製造装置を設計・製作している一方湖南工場では圧延ロールの軸など大型部品の機械加工を行っているこの機械は何ですか、はい、これはこれはあの建屋とかに使う片項とかを圧延するロールなんですけどもこれが部品を識別する番号です。半面彫刻機はい 自社ブランドですやっぱり横からこうやるっていうのは珍しいんですかいやあまあ珍しくもないんですけどそもそもこういう大きなものをこれだけ小さな機械でやるっていうのがやっぱ珍しいところかとは思います、はい、なんで自社でこういうのを開発しようということだったんですかあのね大きな機械で当然できるんですけども、はい、やっぱりコストパフォーマンスが合わないんで、ね、なるほどね、はい この機械を専用に作ったということ自社でやった方が効率がいいということですねそうですね、はい、これ私ちょっと見たことありますけど、はい、電車の車両の一部ですよねそう,そうですこねこれがこうひっくり返ってここに車輪がついて電車の車両の台車枠というんですけどあの結構はい。 こういうい受注ってあるんですかそうですね最近はかなり増えてきました夜中も無人で12時間ぐらい機械を動かしてるんですけどなんか大きいものが <laughs> ここに置いてるんですけど、はい、これもなんかの部品なんですかあのこれ一応部品なんですけども、えー、新人さんの検査の勉強用に置いてます勉強用、はい、これ何の勉強するんですかこれであのねこういったマイクロメーターを使って寸法を測定したり やってますずっと置きっぱなしな感じなんですけどななんんでですかこれ実はあのちょっと昔に失敗しまして、はい、それを練習用に使ってると失敗しないようにというあそういうことなんですね教訓のためでもあるわけですねそうですこれを見て忘れないようにこの大きいクレームは何ですかこれはえやーこれね昔からあるんですけども、はい、もともと150トンを釣れる能力はあったんですけど昔のように大きなものがなくなったので今80トンに。 伝統してますはい。あこれやっぱり昔は重量物っていうものを加工するのがおり、まあ、当然今でもそうなんですけども、えー、今ではなかなかそういうものが運べないんで1926年兵庫県尼崎市で中作機械製作所として創業63年三重県松阪市に松阪工場を建設71年 湖南市に工場を建設して本社を移転させた会社のキーワードはこれハテナというのはタスク課題ですこういうことを実現してみたいんだというようなお客様をまず課題をいただきますそれを持って私たちのこのビックリマークっていうのはアイディアを意味しますけれども創立90年を迎えます中作 がまあ、今までの経験の中で培ってきたガラス製鉄 IT 関連そういったさまざまな業界を通してご提案できるそれが私たちのアイデアですそういったものをお客様と掛け合わせて無限大ソリューションとといいうものが生ままれると感じていますそれを実現させるために新規開発事業に力を入れている。その一つが つつけまつげの製造装置だマ牧さんねこれから1本撮っていただけますかと難しいですよね難しいですねカメラで見たら撮れるんですよ日本のイギリスのカメラはむっちゃ高いんですよ、うん、そうするとねこの機械を作っちゃうとものすごく高くついちゃうんですよ<ー>そうするとねなかなか買ってくれないんです今のようなの中 それでそのカメラを使わないで、はい、注射針みたいのでこうちょっと一本一本この中から吸おうかなって言ったが特許になっちゃった注射針でまつげを取ることを思いついたのが設計部の尾藤さんすごく細いものですからすピックアップしにくいものなんですけども、まあ、どうしようかなと思った時に、まあ、注射器の針のようなものでピュッと吸ってしまえば、まあ、ピックアップできるのかなと思いましたこれがそうなんですけど まあこの中から一つ取ろうと思った時にこう手で細めてもなかなか一本というのは取れないなっていう時に細いものをこうつつきたいなってそういうのから発想してますで細いものでつついてこう出すのからああこんなイメージですこちらはプレカットラミネータータ鏡を生産するときに傷がつかないようにフィルムを貼る機械だ。 普通はこうあの携帯のフィルム貼るのも一緒なんですけどもみんな接着剤がついてるから非常に貼りやすいんですけどもで,、ねで,ね、でも接着剤がなかったら貼れないんですよねそれを真空にして貼っちゃうんです、ねまああそうですかこれも実はあの滋賀県の補助金頂い,いて実は作ったんですその技術っ私どもの機械はこういうのをこう2枚を並べて 2枚を向こうに送ってあげるとこのフィルムの幅も長さも自分で判断して出てきたらもう貼った状態で出てくるこちらはゴミを出さずにシートを切断する機械機械の導入を検討している企業がテスト機として使っている この機械はどういった方々が使うんですかまあ一番皆さんの身近なところでいくと実は太陽光パネルっていうのがあるんですよね、はい、あのパネルも実は中にそういう接着剤の代わりにする EVA というフィルムがあるんですようんそのフィルムを実は皆さんなかなか切れないんでそれをゴミを出さないで切るっていうのにいろいろお使いいただいてますこの空中で切るっていうのはやっぱり難しいことなんですか いや本当は一番簡単なんですけど、うん、それを皆さんが我々が勝手に空中カットって言ってるから逆に何それっていうとこから注目を頂い,いてるだけなんで、うん、材料の仕入れから加工電気工事据え付けまで一貫して手掛けるその幅の広さが中作のものづくりの強みだそして中作義政社長が見据えるのはその先従来型のお客様と。 少しずつその自社で開発しだしたというのはまだ1 5六6年ぐらいだと思いますその前からも実はそういうことはやってはいたんですけども私どもが実はものづくりをしてしまったがために能力が実はお客様の使用より1.5倍とか2倍とか上がってしまう機会を作ってしまったとあれれという。 そしたら次のライン買ってもらえないじゃないというものを作ったことが実は何回かありましてそれ以来なんか頭の中で次の次の次のバージョンぐらいまで考えてものづくりをやっておけばあの時代が変わった時も意外と楽にというか応用が効くっていうのは分かってきて。 で自社製品で出せるよねってことであの出させていただいているようなことをやっぱ1415年ぐらい前からやりだしたということになると思います足腰を強くつまり財務力力を保ちながら開発力もつけるそのためにやらされている感のない自立した人材づくりを目指している。私どもはやはやり まあ、例えばソフトバンクの孫社長が入社式で言ってた言葉なんですけどうちの会社にはグループには社長が3,000人いるとソフトバンクはそれなんです実はうちの会社には社長が、まあ、僕のとりあえずの目標は10人できたら100人ある種 徹底的なこのその技術を深めていく中で自立していく技術者っていうのをいかに育てていけるか技術だけじゃないですけどアイディアでも何でもいいんですけどもそれを育てていけるかっていうのが我々のある種の勝負なんですこれは叔父から引き継いだことなんですけど中作をやめてもどこでも食っていけると。 そういう教育ができなんやったらお前なんか社長やってる意味ないと、うん、僕ではとても引き継げないレベルの話なんですけど現場の若い子たちもそういうマインドを持ってくれてる子たちができつつあるっていうのはわかります創業から90年を迎えた中作来るべき100周年に向けて社長には叶えたいことがあるこれだけが叶えたいっていうのはやっぱり みんなの納得ですねこの「クエスチョンをかけるびっくりマークは無限大」っていうのを納得してもらえるか納得できる集団かどうかっていう納得のないとこには継続は多分ないだろうと単純に思うのでございますよ。 納得してもなかなかこれってね食べていくの大変なんですよこんなことって好き勝手やってますから先ほどおっしゃってた売り上げも実際はあるし利益もありますし生きてはいかなあかんしそれはもちろんそれ大事なんですよだから生きていくベースっていうのを作ってあとはそのクエスチョンをかけるビッグマックが無限大っていうのを無限に続け 行こうやっていう気持ちが持ってもらえる人がたくさんできてくれたらものづくりの会社っていろいろあると思うんですけど、はい、その他者と差別化するっていうのは、うんね、今回はいろんな機会が出てきたから VTR を見ていてい飽きなかったですね、うん、そこがやっぱり中作さんの特徴なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども。うん あの現場のね社員の方と喋ってると。 こんなん作っったたうやろうとかしいいいいいてののをもすすごい言いやすい会社だって言うんんですよ、はあ、なんかしがいいんです、ねうん、だからそういうものがいろんなものづくりにつながっていくのかなと思ったんですけど、うん、どうですかそうですねその今あるものでこれが最終形態ということではなくて、うん、その次さらにその次も見据えてものづくりに取り組まれてるっていう姿勢がなんか結構刺さりましたね。うん、といってコスト面も含めてユーザーの目線も忘れないっていうところは素晴らしいなというふうに思いましたね。うん 社長がねこの会社なくなっても食べれるようにしとけとなるほどねそういう思いがあるんですけど、はい、ですから皆さんね社員の皆さんももういろんなことを自分でね考えてやるというのはうこれって任せて安心、はい、信頼できる人材じゃないですかそこがですねこれ最大の差別化を狙ってはんのかなという、ねね、その結果としていい会社が出来上がっててまだ発展しそうですよね。 以上、特集でした。ここで一旦、コマーシャルです。滋賀経済ナウ、ここで今週のニュースです。視覚障害のある人たちが日頃の音楽活動の成果を発表する格好コンサートが、大津市の美和子ホールで開かれました。このコンサートは、 大津東ロータリークラブなどが社会奉仕活動として開催したもので視覚障害者のグループ5組と高専中学校高校の吹奏楽部のメンバーによる演奏が披露されましたコンサートの合間には募金活動も行われ滋賀県視覚障害者福祉協会に13万円余りが贈られましたここでお客様です、はい 多賀建具店の多賀義雄代,代表にお越しいただきました。よろしくお願いします。え多、ー、賀さんは。事務所が大津にあって。はい、で工場が京都にあるんですよね。はい、何代目ですか。三代目です。どんなものが建具屋さんの商品なんでしょう。いわゆるまあ障子であとはまあ昔ながら言うたら、アマド。ガラスド、網戸。でいわゆる。 まあ玄関のドアとかそういう講師関係の仕事がすべて建具屋の仕事です実はですね、はい、コラボシガで10月に小さな企業応援月間というのがあって、はい、コラボシガの1階にですねいろんな商品が展示されてたんですけど、はい、そこでねすごい素敵な安藤を見つけましてアン今日ね、はい 持ってきていただいたんですよ。はい、どうして高さん、立子屋さんがこういった素敵な安 d を作ろうということになったんですか。今まで勤めておった社長のところでなんか作れへんかっていうことで、あのまあ社長がある程度案出してクリアって、んほんで我々があの制作に取り掛かって最終この形になったんですよね。なるほど。 ここれはなんかどういうところで使ってしいとろでやっぱりそのまあ今はあんまりないんですけど玄関先に置いてもうたりやっぱり夜帰ってきてこういう光のぬくもりのある家、はい、和風の建築のところであの置いてもらいたいのとあとはあの床の間まあ今はなかなかねそこまで家があるところも少ないんやけどやっぱりそ,そういうところで。 いいいてたいたただきたらありがたいなとはうあのどういうところがですね、はい、建具屋さんの技、はい、技術が生かされてるんでしょうかこういう細いこういう,うこれをくで切ってあの合わして穴掘ってこれをすべて、まあ、ほぼ手でやってるすっごいですねである意味そこに安藤にあるようにその交互に編んでその薄いやつを。はい、はい 縦が1 5ミリ、1 5ミリでそれ引いたら170と、うん、でその薄いやつが17本あるんですよねはいでやっぱり単純計算ではそれが1センチなんですけど庶、はい、味、なかなかきっちりとはいかないんですよね,、うん、すよねやっぱりうんでそれをやっぱり合わせるのが一番やっぱり大変なところで手のかかるところですよね、うん やっぱり皆さんね、はい、伝統のこの技があって、うん、でちょっとした工夫で今の現代社会にもこうフィットできるようなものが生まれるっていう面白い事例ですよねこれなんかはあの LED とか使ってらっしゃって、はい、あの明かりの色がブルーだったりしてすごくなんか。 あの、なていうのかな、今和室っておっしゃってたんですけど、はい、洋室でも全然おいて、おしゃれなんじゃないかなと。いいかもしれません。はい、外国人の方とかも、喜ばれるんじゃないなかなと。思うんですよ、ね、それをね、あのー、僕の妻が、あのー、何がないんかなみたいな話を、たまたま。夫婦の会話で、最初にしてて、エグザイルの三代目が大好きで。イコール、その曲がね、流星い曲があったんですよ。はい、なら、青い電気つけられへんのって言われて。 あのつけてみたらやっぱりその流星こちらのあるあんこれですよねはい,はいなかなか僕ら職人にはそういう発想がまずなかったんでん嫁がこれを押してくれてお値段っていくらぐらいなんですかえっとね今頂い,いてるのはこちらの赤杉のやつで18万円、はい、こ,こちらが18万円、はい こで、そちらが、はい、あのヒノキで、ヒノキあの。十三万円で。はい、はい。で、こちらは、やっぱり、ね、お若い方にも、あれなんで、十万。お<ー>で、こちらは、あの、いろいろ話して、八万ほどで。<ー>あの、ここでいただい、ありがたいかなと。これから、どんなふうに展開していこうと、お考えですか。こういう花柄とか、この三枚目、の行灯は、やっぱり。 今の若い方に、うん、あのもっと知っていただきたいなと思うのと、<ー>やっぱりこちらの昔ながらのアンドンって言ったらやっぱり海外とか、うん、やっぱり今海外の方が日本のことをよくご存知なんで、うん、やっぱりそちらの方にもあの講得いただきたいありがたいなとは思ってるんです。でやっぱりなおかつやっぱり滋賀県にやっぱりそういうところを持っていきたいのも一つ僕の心の中ではあるんです。 京都だけではなくて。はい。これから楽しみですね。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、ここで経済イベント情報です。まちづくりセミナー、創業から世界的企業にが。十一月二十八日に長浜市の曳山博物館伝承スタジオで開かれます。講師は海洋堂フィギュアミュージアム黒壁の館長。 宮脇治さんですなお定員は100人です滋賀銀経済文化センターでは管理者に求められるメンタルヘルスケアの基本と題したセミナーを12月8日に大津市の滋賀銀浜町研修センターで開きます料金は一般は1万2960円滋賀銀ビジネスクラブ会員は1万800円です 経営安定セミナーが12月13日に妖怪市商工会議所で開かれますセミナーでは特定社会保険労務士の福谷錠太郎さんが人材を人材として生かすマネジメントの考え方と手法と題して講演しますなお定員は30人で参加は無料です皆さん、はい、京都に本社がある 堀場製作所、はい、ご存知ですよねもちろんです大津にあの琵琶湖工場ありますよねそうですよね、はい、実はですね滋賀県内でこんな取り組みをしているんです、はい、高島市阿戸川町大山寺地区ここで10月下旬にサツマイモの収穫が行われました参加したのは大手分析計測装置メーカー堀場製作所の従業員とその家族 堀場製作所では2012年4月に。 農園を開きました。もともとはまあブルーベリーを植えてこうはまった土地に、えー、さつまいもですとかじゃがいもですとかあるいはその横に、えー、大根ですね、えー、それと今横収穫してますゴマですとか、えー、こういうのをあの作り出しましたで、うん、まああの従業員ですとか家族の福利厚生ということもあの大事な要素なんですけれどもまあここあの第一からあの我々ここに参加してるみんなが元気ですとかねパワーですとか。 農場の隣にあるのは空の根大津市でブルーベリー農園とレストランを営むブルーベリーフィールズ紀の国屋の店で堀場製作所の農園の運営をサポートしています。 僅かな利益の中でやっぱり労働が多くてなかなか収入にはならないというのが脳の世界ででその農業をやってる私に買ってくださいって言われてもその土地を買う価格っていうのはそんな簡単じゃなくてふと高校時代の同級生だった堀場製作所の社長だったら一部上場企業できっと少しはお金のことも余裕があるのではないかと分かったと。 じゃ、はい、それを借りて、あのう、堀場の社員たちが、このように。楽しく動けるような、土の香りに触れるような、そんな場所を作っていきたいって。農園では、ブルーベリーやさつまいも、ごま、大根などの植え付け。収穫を行ってきました。野菜は、堀場製作所の食堂や研修所で使われます。 会社にとって一番何が大事かっていうと人材あのこれが大事なんですね我々人材の財は財産の財という字を会社では当ててますですから従業員一人一人が我々にとっては一番大事なもの、えー、ですからまあ技術ですとかあるいは製品ですとかお客様ですとかまあいろんな大事なものはありますけれどもやっぱり従業員が一番大事でその従業員一人一人が元気になってもらう活力をつけてもらうというのがあのやはり大事なんだろう。

が、まあ、多いんですけれども、労働者階級の人は結局いい思いをしないまままあ、20年とか経ってしまったわけですよね。で、その何て言うんですかね。不満というかを煽ってトランプは勝ったと思うんですけれども、その不満を煽って不満っていうのは逆に期待感の裏返しだと思うんですよね。 でそれが叶えられなかった時にどうなるんだろうっていうこととトランプは果たしてその白人の労働者階級の人たちの不満を解消できるような政策を実行するのかっていうことがすごくこれから冷静に見ていかなきゃいけないなっていうふうに思うんですよね。そうですね あの私今回見ててね、はい、イギリスの EU 離脱の国民投票あったじゃないですかありましたあれによく似てるなというふうにう、ね、個人的には感じたんですよね、はい、やっぱりそのメディアにいる人は、はい、が見てる世界と本当の世界って実は違うんじゃないかってちょっと思わされましたね,うんねこれからね、はい、どんなふうに進んでいくのか、うん、えちょっと注目をしたいなとそうですねさて次回はですね「ベトナムタイリポート」。 あの滋賀県のですね三日月知事による、はい、トッププロモーションが行われたんですけれども、ーはい、え BBC の水沼記者がですね現地取材を行っています。はい、はい、そのリポートをご覧いただきたいと思います。はい、滋賀経済ナウ次回もどうぞお楽しみに。